エリック・シドニー・ソガードは、アメリカ合衆国アリゾナ州フェニックス出身の、プロ野球選手。右ト左打。現在は、フリーエージェント。愛称は、ナード・パワー。弟のアレックスもプロ野球選手。デポー大学で三類種としてプレーし、チームの本類打記録も作った父、ルデの影響もあり、野球を始める。フェニックスのサンダーバード高等学校時代には、野球では、 チームの打率、出塁率、超打率の記録を更新した。それに加えて、サッカーでも、ミッドフィルダーとして活躍し、チームを州大会準優勝まで導いた。アリゾナ州立大学から学業とスポーツの両方で、奨学金を受け進学。2006年、2007年とパシフィック10カンファレンスで、最高出塁率を獲得し、ベストナインに選ばれる。 特に2007年シーズンは100安打以上放ちかつ打率4割超を記録しカンファレンスの最優秀守備選手にも選出大学通算の打率は371で大学の2000から2009のリケードチームにも選ばれた2006年までは複数ポジションを守っていたが2007年は2類種に固定された2007年の MLB ドラフト2巡目で サンディエゴパドレスから指名され、プロ入り。2008年は、AAQ レイクエルシノアストームでプレーし、二類種として、オールスターゲームに選出されている。2009年は、AAQ サンアントニオミッションズでプレーし、二類種として、オールスターゲームに選出されている。2010年1月16日にスコット・ヘアストン、アーロン・カニンガムとのトレードで、ケビン・クーズマノフと共にオークランド・アスレチックスへ。 移籍した。9月のロースター枠拡大に伴ってメジャー初昇格を果たした。9月14日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビューを果たした。2011年はマイナーのトリプル a 級サクラメントリバーキャッツではリーグトップの守備率をマークし遊撃手としてオールスターゲームに選出される。メジャーでは8月23日のニューヨークヤンキース戦でバートロコロンから メジャー初本塁打を放つ。この年は内野のユーティリティとして27試合に出場し、打撃面では打率、200点に本塁打、4打点という成績を残した。守備では遊撃手を14試合、三塁手を10試合、二塁手を3試合で守って無難にこなした。2012年は出場機会を増やし、37試合に出場して、 前年と同数の2本塁打を放ったが打率は167と低迷した。スピード面ではメジャー初三塁打と初投塁を記録した。守備面では前年と同じく一塁手を除く内野の3ポジションを複数試合で守った。2013年は二塁手のレギュラー格に定着し130試合に出場した。8月3日のテキサスレンジャーズ戦では 地区優勝を争う大事な試合で、スクイーズを含む2つのワントを成功させ、相手投手のマットガーザを怒らせるほどの活躍を見せた。出場時合数を大幅に増やしながら、本塁打は3年連続で2本だったが、確実性を向上させて打率、266、出塁率、322をマーク。走塁面でも、投塁成功率こそ67%だったものの、 自身初の二桁投塁を決めた。守備面ではシーズン通じて二塁手を守るのは初めてのことながら7失策、守備率 986DRS5 という安定した成績にまとめた。また15試合で遊撃守備にもついた。2014年も二塁手で117試合に出場したが打率227と大きく後退してしまった。しかし、 三振を37まで減らして、四球とほぼ同等の水準に持っていき、投類は成功を1増やして、失敗を1減らすなど、少なからず収穫もあった。二類種の守備は相変わらず、安定感があり、102試合で守ってご失策、守備率、988DRS5 という成績を残した。オークランドアスレチックス時代2015年1月23日に、 球団と年俸調停を回避し1年契約107万5000ドルで契約を結んだ。この年は120試合に出場し、打率は247と前年より向上した。また、自己ベストの37打点を挙げた。総類関係のスタッツでは、自己ベストタイの33塁打を放ったが、盗塁は減少して1桁台に終わった。しかし、盗塁史は1つだけで、 成功率は86%と高かった。二類種の守備は96試合で5失策。レギュラー定着後では自己最高の守備率 989DRS5 という高成績を残した。また17試合で遊撃手を1試合で三類種を守った。2016年は首の針で開幕から15日間の故障者リスト入りした。 4月11日には、リハビリ登録されたものの、左ひいの手術を受けることとなり、5月11日に60日間の故障者リスト入りとなった。そのままシーズン終了となり、10月6日に40人枠から外れる形で、トリプル A 級ナッシュビルサウンズへ配属された後、翌7日に FA となった。2016年12月15日に、 ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結び、2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年の開幕は、参加のトリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスで、同日のニューヨークメッツ戦にて、8番遊撃手で先発出場すると、3打席のうち2度死球で出塁、さらに6回裏にはマットハービーから決勝点となる。 ソロ本類打を放つなど鮮烈な新天地デビューを飾った。この年は92試合に出場して打率273.3本類が18打点3盗塁の成績を残した。2018年7月5日にリーフとなり10日に自由契約となった。トロントブルージェイズ時代2018年12月21日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結び、 2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年は開幕を参加のトリプル A 級バッファローバイソンズで迎え、4月15日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。2019年7月28日に後日発表選手2名とのトレードでタンパベイレーズへ移籍した。このシーズンは ブルージェイズとレイズの2チーム合計で110試合に出場し、打率290.13本塁打、オプス810を記録した。チームはワイルドカードから地区シリーズまで勝ち進み、ソガードはポストシーズン2試合に出場した。オフの10月31日に FA となった。 2019年12月18日に1年450万ドルでブルワーズと契約したと報道され、20日に正式契約を結んだ。オフの10月30日に FA となった。メガネを着用してプレーする数少ない選手のうちの一人である。親しみを込めてナードと呼ばれる。 2014年に MLB ネットワークが行った MLB の顔と題したコンテストでは並みいる有名スター選手を尻避け準優勝まで勝ち進んだ。ありがとうございます。